ずは一言ずつご挨拶をいただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、電波組インクの最上もがです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、女子レスリングの吉田沙織です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ここから少しお話を伺っていこうと思うんですが、はい、どうぞね、あの前の方を向いてね、お答えいただければと思います。お二人は、まあ、実際に夢100をプレイしたことがあるということなんですけれども、はい、理想の王子様にはもう出会いましたか、最上さんから。はい、そうですね、あの夢100の理想の王子様は最初からジョシュア様という王子様がずっと好きでして、まあ、とても本当に王子様らしい真摯な方なので、もう一目惚れから入りまして、ストーリーを読んでもすごくかっこよくて今でもすごく好きです。はい、ジョシュア王子ですか。はい、吉田さんはいかがですか。はい、私は今探し中でございます。はい、探し中ですね。まだ この人っていう人に出会えてなくて、はい、今探し中なので、これからいい人を見つけたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ちなみに、あの理想の王子様ってこうね、ジョシュア王子がいいって最上さんおっしゃいましたが、はい、まあ、実際にはこうどんなキャラがこう理想の王子様っていう何かありますか、理想像のようなものは。そうですね、なんだろう、スマートな方がやっぱり好きなんですけれども、なんかその実際に現実にあまりいないので、ジョシュア様のいいところが何て言うんですかね、上品でかつなんか女性にすごく優しいんですけれども、ちょっとツンデレなところがありまして、まあその主人公の女の子にはちょっとあなたはマナーができてないからちゃんとしなきゃダメですよっていうのを厳しく指導したりするんですよ。それがすごく自分の中でもあのときめいたところなので、なんか優しいんですけどちゃんとその礼儀はきちっとしなきゃダメだよとか教えてくれる方がやっぱいいかなと思います。なるほど、優しいだけじゃないんですね。ちゃんとこう、はい、しっかりと叱ってくれるところは叱ってくれる、はい、なるほど。吉田さんはスポーツマンっぽい感じですね。あ、なるほど、はい、厳しく優しくっていう、そうですね、はい、確かにこう芯のしっかりした人ですよね、うん、こう素敵な女性にしてくれそうですよね、そういう方だと ね、はいはい、なるほど。吉田さんは、まあ、イケメン、まあ、顔からですかね、ご存知の通り、はい、まあ、優しくて、うん、面白くて、うん、まあ、ぐいぐい引っ張ってくれる方がいいですかね。はい、はあ、引っ張ってくれる方が理想です。はい、あ、なるほど。結構こう見えても私甘えるタイプで、は、はい、なるほどね。しっかりしてそうに見られるんですけど、うん、まあ、一番末っ子ってこともあって、はい、ちょっとこう甘えるのが好きです。あ、そうなんですね。はい、やっぱりあの皆さんのイメージとしては引っ張って行ってくれそうなイメージがあるんですが、はいはい、実際の生活ではどん甘えたいですね。甘えたいけれども、はい、実際はやっぱり引っ張っていく方に回っちゃったりしてるんでしょうか。練習中とかはやっぱり、はい、引っ張って後輩たちを引っ張っていく感じなんですけど、まあ、プライベートとかそういう風になると男性には甘えたい感じです。希望はそうなんですよね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。じゃあそういう甘えられる王子様に出会えるといいですね。出会いたいです。はい、夢100の中でも、はい、夢100の中でも出会いたいです。はい、はい、ありがとうございます。あの最上さんは結構ね、前から夢100をプレイされていただいているという、ね、ファンだというお話なんですけれども、はい、夢100の魅力っていうとどういうところでしょうか。そうですね、まずあの働く女性に向けてるゲームだったので、自分自身も日々あのお仕事をたくさんやらせていただいている中で、やっぱり日々の癒しを求めがちというか、そういう時にこうちょうどアプリを開いて始めようと思ったら、その導入部分がすでにこうあのお仕事で疲れてる女性の方に向けて書かれてるものだったので、結構同じ世代の方で働いてる方とかにぜひそれをプレイしてこう王子様に癒されてほしいなっていうのがあるのと、やっぱりキャラクターが本当に豊富なので、まあ、でも吉田さんもちょっとまだ決めれてないっておっしゃってましたけど、本当にたくさんの魅力的なあの王子様がいるので、多分一人に絞るのっていうのがまた大変になるんですけど、女性ってやっぱりこうたくさんの人から愛されたいっていう気持ちも絶対あると思うので、そういう王子様一人一人に結構ストーリーがついてるのも魅力の一つで、かつあとあのパズルゲームですごく爽快感があるので、あの空いた時間に少しやって、なんかその時にちょっとストレス発散じゃないですけどっていうのが気分転換リフレッシュができるっていうのもすごく魅力じゃないかなと思ってます。とても参考になりました。
ね、すごく熱く語っていただいて、はい、本当にね、はい、夢百が好きなんだなという思いが伝わってまいりましたが、やっぱり吉田さんもその辺の魅力感じますか、夢百プレイしてて。いや、感じますね。はい、感じます。もうあのパズルゲームは本当に大好きで、常に私も合間に空き時間にやったり移動時間にやったりしてますので、はい、